ひふみかじでーす。よいしょー、ましたね。今回ラーメン忍者ということで、忍忍秋葉原のお店行ってきているぜいということですね。秋葉原から、まあ駅から徒歩5分でね、着くんですけども、影武者という秋葉原のお店の、こちらで修行された方のお店なんですね。影武者も秋葉原ですね。あ、そう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 。なるほど。でもこういったね、忍者ラーメンというのがもう大迫力のトッピング祭りの一品なんで、こちらをね、隣のサラリーマンの方も頼んでました。が、今回僕はデカ豚ラーメンということで、デカ豚、こちらがそのデカ豚ラーメン。デカ、いや、デカいんすよ、本当に全部マシマシ。豚だけで200じゃん、はい、麺も250なんですよ、野菜300g もあるから、もう三味一体みたいな感じで、もうすごいな、食い尽くしていきましょうか。野菜はややキャベ多めのシャキ野菜ということですね。キャベツ多め、ややキャベなんです、はい。カウンターの奥行きがないためね、このすごい近くにカメラが至近距離に置いてんのね。そうそうそう、肉薄の映像になっちゃいますけど、序盤で返しを使っていく。野菜が、野菜多いですもんね。しかもシャキなんでね、シャキなんで、野菜好きにはたまらないシャキ醤油と、これだけでうまいとおりますね。やっぱ歯応えが好きな人もいますからね、野菜というのはね。ちょっとこう、角度を変えると見えてくるこのデカ豚。何これ、でっか、これはでかいね。ね、これちょっと、石柱のような、立ててね、立てて、これもう、ストーンヘンジ豚でしょ。もういや、これだけで出てきてもおかしくないぐらいの量、ね、そうよ、噛みついてた、もうふがしにかじりつくような、もういくつ例えんだよ、一体なんだよ。後からね、これアフタースープを必須じゃないと、もう口がもう石だらけになっちゃうから、もう石だらけなんだよね。豚っすよ、豚、石なんですよ、もう。あ、さらにもうストーンヘンジ豚をね、ファイナル豚にする、やばそうな、わかんない、そういうネタも、ちょっとカタカナ多いですけど、いや、多いよ、カタカナ多いですけども、ニンニクをね、ここやで、ちょっと、そうですね、上げていこう。いつもね、やってますけども、ニンニクシャワーを1回、2回、3回いくのかな。そして、結構多めに取って食べていく。ニンニクはややデカ粒タイプのマイルド系ということでね、一気にいってもまあ大丈夫、ガーリックストーンもうまい、豚です、豚、豚どうですか。ちょっと見分けがつかなくなってきましたね。何麺ね、仕上げていきましょう。弾力がありすごくよく伸びるということですね。すごい、豚の印象が強いですけど、麺のゴワゴワ弾力も超個性派でございますね。まあね、ちゃっかり自分のコンビ名メンズにしてますけども、はい、コンビを組みましたということでね、今言うチャンス今言うチャンス、メンといえばメンズ、よろしくお願いします。さあ、そして、SB のブラックペッパーパウダーの S 缶ですね、はい、パウダー黒胡椒は料理の中で胡椒を目立たせなくするということで、非乳化系にはよく合う。なるほど、ほうほう、で、まあちょろっと返しをかけた後に、はい、うん、なんと SB ホワイトペッパーのパウダー時間もございます。ホワイトペッパーはパウダータイプのシチューに最適ということで、こっちは乳化系におすすめです。シチューの情報2つの胡椒の情報もね、どうなんでしょうか。このブレンドされた感じは、なんと伊賀忍者と甲賀忍者ぐらい違うんですね。例えマジでこの動画の中で本当例えすぎです。数えきれんね、うん、それぐらいもう伝えていかないと。あ、そして、あ、ラストに出ました、水水水です。二郎系の給水器としてはこれ珍しい、もん氷水ではバンって出てくるんですよ。見てるね、ジャジャジャって。そう、これは感激しちゃいました。ああ、なるほど。あ、気持ちいいね。本当に非乳化系でした。うん、いや、それはそうでしょ。乳化したら、乳化したら困るから。乳化したら、ごちそうでした。はい、というわけで、アセトス見ていきましょう。8598.6、なるほど、いただきました。おいおいおい、はいはいはい。忍者って結構前からあるけども、はい、実は行ってなかったんだよね。あ、意外と一回も行ってなかったんですよ、秋葉。あと他に、まあまあ影武者、影武者ね、と混ぜる、混ぜる、はいはい、という店舗と、そう、なんだけど、どれもあんま行ってないんだけど、配信、そう、してない。秋葉掘っていく感じで。そうなんですよね。へぇ、お二人はね、秋葉は、あ、行きますね。まあ確かに僕らはね、11は行ってますけど、その時誘わないと殺しますよ。まあ、やるって。秋葉だから。秋葉だから。ちょいちょい降臨させていきます。なるほど。
というわけでね、メンズ赤星になりましたんで、私、はい、コンビ組んでね、コンビ組んで、はい、相方の杉山とともに、はい、よろしくお願いいたします。いずれもしかしたら出るかもしれない、出るかもしれない、はい、来ていただいて、はい、というわけで今回はラーメン忍者ございました。ドロン、インッ。